もピオキングです。今日はですねみんなでバトルやっていきますか。そしてちょっと前にですねこういうコメントいただきました。ピオキングさんのとある笑い方釣られますみたいなねコメントがあったんですよ。まあ、その笑い方っていうのは今回コインは88枚。嘘でしょ、難しそうだよねここ。待ってこれ争ってたらナイス、危ねえ、オッケーオッケー、ナイス、みんなやれてるね。これはワンチャンあるよ。待ってラグ、やべ、もうははは、いやちょっとラグいけど、いやいける、落ち着いていけばいける。いやこっからまだ未知の領域だね。た誰も来てない、コインがあるもん。オッケー、今何枚、今29枚か30枚。スコア見たら分かるんですよ、コイン1枚に取ってなんか100点増えるみたいな。まあリスナーさんから聞いたことあるんで、さあこれはちょっと待ってね、本気でいかな、まずこんな感じいやワンチャンあるよ。あとルイージ、ルイージ、いやーいってる、ルイージうめえ、うわー、あそこ取られたくないで、最後んとこいけるかなルイージ。うわー今絶対ルイージゴールしたと思った。来た、来ました、ゴール条件、これでゴールしよう、きっちりゴールしよう、今度こそ。こっから行くね、こっからゴールします。はい、よし、もう一回、もう一回、今ね一番前いるんですよ、一人ギブしたからね。多分ねこれゴールバーのさ、あの線みたいなあれ取らないけん、もう一回こっから行きます。いやこっから行こう、はい、オッケーいや S プラス僕だけだね、これは肩の S プラスのね、あの威厳っていうのがあれですよ、あれ。これ一番最初速攻行きてえな、いやいける、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 いけねえいやいけた、いけた、これは、いや踏まれる、あぶねえ、よしこのまま、うわなんか出そう、オッケー、これ S プラスのあれがあれできる。ちょっと待ってね、いや待って、これヒップドロップで、ヒップドロップで奪います、オッケーよし、これで S プラスの意地っていうのはですねあれしたね。じゃあこのまま右行こう、うわ来ないかな、うわ来られたらきついね、上上上上上、よしよし、あー待って、オッケー、じゃあこのままこっち渡ってこう行きます。あらなんかカロンかぶってるいやこれ熱いよ、水切り作戦こっち違う、みんなこっち違うよ、騙されないで、こっち、いやそうそう多分こっちになってる、うわ周りを気づいたね多分。でここでドア入ります、これ持っていこう、この亀の甲羅だけはね持っていった方が多分いいと思う。これ右か左か、多分右ですね、僕信じます。でここでもうゴールがある、うわうわ右ゴールくせえ、あこれ左何があるんだろう、うわなんもねえの、一回スタートからやり直してみる。多分ねここあるじゃん、ここをジャンプしてこう、いや多分これで合ってる、これさっきどっち入ったっけ、左入ったっけ、ちょ今回右入るね、オッケーオッケーオッケー、多分こっちが当たり、うわ外れえマジかよ、えうわこっちしかねえ、左しかねえ、さっき神の甲羅ここで捨てたの痛いだ、あこれ左行けばもしかしたらいける、これはいらねえ超いらねえ、うわどうしよう、これ神の甲羅使ってさ、あの二段ジャンプみたいなしていこうか、マリオあんなとこいるいや多分ねこれはこっから亀の甲羅をこう捨てる、多分これで合ってるっぽい、いやそして次いけるね、うわっオッケー、トー見ました今、まあ見てると思うんですけど見てなかったらね、まあこの動画見てないと思うんですけどね、まあ、ちょっと何言ってるかわかんねえな最近、まあ、7000台がいたんですよ、7100、このルイージ、いやマジやばいよねこのルイージ、なんかねキュンとかね、まあ、可愛らしい名前だったんですけど全然キュンじゃねえしみたいな全然キュンじゃねえし、うわこれ上行こう、オッケー、いやこれ抜く、ルイージ抜きます、で右下行こう、うわこれ勝ちたい、ルイージにめっちゃ勝ちたいで、いやこれ勝ったらさ、あの7000台に勝ったっていうね、あのあれもらえるよ、印象印象はやべえ印象はちょっと待ってね、これは7000台に勝ったっていうね、あの証拠になります。邪魔すんな、面白いねあの日本語、
ゴール勝ちたいですゴール勝ちたいです、ゴールしたいですじゃないで、ゴール勝ちたいですか。いや面白い日本語だね、キノピオ負けました、早いな早い、ゴールしたいんでしょ。うわこれ難しいよ結構。あのあれだね、スーパーマリオなんとかだね、なんかこういうコースなんかあった気がするんですけど、これは上、うわこれどうしよう。普通になんかさ、うん、難しそうな感じのコースではあるんですけど、ここビヨーン、オッケー、このままマリオ抜いていきます。うわマリオ早いね、じゃあ、うわこれ結構むずいよ。でもオッケー来た、これなんかスーパーマリオのさ、なんか3の1あたりとちょっと似てる気がしない。でここでゴールみたい、ありがとう、あ夢叶ったじゃん。レートがね、7100じゃね5700を超えることができました。いやー嬉しいね、5700、いまだ一回も到達したことあったっけ。もしかしたらあったかもしれないんですけど、まあどうせねこっから5500まで下がるんだろうみたいな、まあ思うと思うんですよ。もう負けたくありませんので、絶対ね負けない感じで。ザ・ツリース、ザ・ツリースってなんか木がいっぱいあるみたいな感じかな。これはあ、ファイヤー取っていけばよかったかな。いや大丈夫、これはアイテムいらない多分待って、これ中身出しておいて当てよう、先の中身に当てるます、先の中身当てます待って全然意味わかんないんですけど、これ上行きますね。マリオが一番最初行ってるね。これ中間ポイントぜひ取っていこう。中間ポイントさえ取ったら多分アイテムいらない。これ左、オッケー、でここ右、オッケー、よしマリオ待ってくれ、うわこれ左で、で右、うわアイテム欲しい、うわどうしよう、中身取っていこうか、中身取って、これマリオ当てます。うわマリオでかくなってる、うわ待ってこれまずいね、だいたいこういう時投げたらね、オッケー、あぶねー今のはうまい、今のうますぎ、オッケー、よしよしよし、で中間ポイント、これ勝ったらなかなかうまいんじゃないね、うまい説出るよ、ピオキングうまい説で、これもう一回中身取っていきます。ドアハハハ、1人ギブしたよ。いやまだワンチャンあるね、あとマリオだけか。うわー大丈夫かな、勝てるかな。いやこれなかなかね、勝ったらうまいと思ったんですけど、なーにー、最近ちょっと悩んでることがあってね、勝ち確定のゴールの時にもうよっしゃーとかさ、イエーみたいな、もうそのね言葉も飽きてきて、なんて言えば面白いかなみたいな、面白いことをなんかみんななんかないあったらコメントしてほしいんですけど、何も思い浮かばないんで、さっきトイレ行ったんでウォシュレットって叫ぼうかなみたいな来たねどうしようか、これ上から行こっか、上からしか行けないもんねこれ。うわぁ怖え、この軍団、これは待って、やっぱりスターとかそういう感じね。オッケー、スター手に入れました。いや熱い熱い熱い、ウォシュレットー。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。